横浜市立大学横浜市立大学先端医科学研究センター横浜市立大学先端医科学研究センターは横浜市金沢区にある横浜市立大学の府研究所である。がん、免疫、アレルギー疾患、生活習慣病などの克服を目指した基礎研究とその成果を臨床に応用する橋渡し研究の推進を目的とする。略称は先端研。 甘く。横浜市立大学先端医科学研究センターは、癌対策の推進事業として、免疫アレルギー疾患や、生活習慣病、癌などの原因究明と、最先端の治療法、創薬など、臨床応用につながる開発型医療を目指した、研究を行う先端医科学研究センターを、横浜市立大学に整備するという横浜市の中期、計画に基づき、 2006年10月に開設された。設立後の数年間は研究施設が存在しないバーチャル共同研究センターとして活動していたが2012年12月に横浜市立大学福浦キャンパス内に5階建ての新しい研究施設として建設された。研究活動の推進及び研究成果の社会還元を目的に大学教員と企業との共同研究を 活性化するための支援施設として、産学連携ラボが整備されている。また、2018年4月1日から2024年3月31日まで、共同利用、共同研究拠点に指定されている。以下の部門から構成される。ありがとうございます。